めっちゃめちゃいい香りがします。美味しすぎる。はい、こんにちは、インドカリーコです。もう年末ですね。皆さんどんなクリスマス過ごしましたか？いや、私はですね、家族でクリスマス過ごしました。もう丸鶏焼いてケーキを食べて、もう幸せでした。めちゃめちゃ幸せと思って東京に帰ってきたらですね、寂しい、とても寂しいので、心を温めるためにお腹を温めていこうと思います。今日はですね、温めるということで、まあスパイス鍋とかご紹介しましたけど、スパイス鍋に次いで冬に私がめっちゃよく作るものがスパイスポトフです。皆さん結構ポトフ作るときに意外とコンソメ入れてると思うんですけど、実はスパイスと野菜をうまく使うことでコンソメなしでもうお塩だけでめちゃめちゃ美味しいポトフを作ることができるんですね。むしろ塩だけの方がお野菜の甘みとか旨味とかを感じられますし、心がね、浄化されるような味わいになります。これは覚えておくと損ないので、キャンプとかでも簡単に作れるので、ぜひ作っていただきたいですね。ポイントは旨味を野菜の皮から出すっていうところですね。早速材料紹介からいっていきましょうか。今日ポトフで使うものはですね、お野菜はですね、キャベツ、セロリは冬お野菜ですね。キャベツ8分の1つぐらいで、セロリはもう1本使います。セロリの葉っぱって苦味が強いのでなかなか使えないっていう人多いんですけど、ポトフではこれが大活躍します。あとは人参1本、じゃがいも1個、にんにく1かけ、玉ねぎ1個ですね。もう1111でいきます。で、ベーコンはだいたい 150g ぐらいですね。で、ベーコンはこの燻製の香りがあると思うんですけど、これがポトフに生きてきます。ベーコンの代わりにソーセージとかでも大丈夫です。さあ、じゃあ早速作っていきますか。で、まあお野菜切り分ける前にですね、まずこの野菜の皮を使って出汁を取っていこうと思います。まずですね、人参ですね。人参は葉から洗っていただいて皮剥きます。この皮もね、使っていきます。じゃがいもの皮も剥きます。じゃがいもの皮はですね、ちょっとね、やっぱ土が多いのでこれは、今回使いません。人参は使うんですけど、じゃがいもは使いません。で、剥いていただいたら、こういうとこね、こういうところはこの包丁のお尻のところで剥いてあげてください。じゃがいもいろいろ種類あるんですけど、あの煮込みに強いのはメイクインとかですね。メイクインだと煮崩れしにくいですね。でも、あのポクポクした食感が好きな人は男爵です。まあ、男爵も甘みが強くて美味しいですね。で、ちょっと使う皮だけ最初に剥いていこうと思います。ニンニクも使います。ニンニクはここのお尻の部分だけ落としてあげて皮は使います。で、セロリですね。セロリはこの葉っぱの部分ですね、茎はなるべく使いたいのでこの葉っぱの部分だけ落とします。まあ、よく洗っといてくださいね。こんな感じで、あとは玉ねぎですね。玉ねぎの皮もちょっとこう黒いところは取り除きます。黒いところは取り除いてからちょっと軽く洗ってきます。そしたらヘタを落としてここも使います。剥きます。で、この玉ねぎの皮を煮てこう出汁に使うんですけど、これをするとね、綺麗な黄金色のスープができるんですよ。で、これが美味しいし香りもいいし、ポトフにすごい重要になってきます。で、これはね、もう丸ごと使います。ちょっとね、ここのお尻の部分土とかついてて汚そうだなと思ったら、ここだけね落としてあげて、皮の綺麗なところは使ってってください。で、いつもは捨ててる部分がめちゃめちゃポトフでは生きてきます。こんな感じで皮がいっぱいできました。これをですね、フライパンに入れます。で、皮にお水入れてあげて、お水は 400ml ですね。ここにスパイス入れてきます。で、スパイスはですね、ベイリーフ、これは、シナモンの葉っぱなんですけど、まあ、ローリエで全然代用できます。ローリエと一緒の役割をしています。で、クローブですね。クローブ、カレーに使うクローブも入れてきます。これクローブ2粒、2粒と
ベイリーフ、まあ、ローリエ2枚入れてきます。このクローブと、ベイリーフの掛け合わせっていうのはすごくね、爽やかで爽快ですっきりとした味わいを与えてくれるんですよね。だからすごく洋風の料理に合います。ポトフ以外にも私がよく使うのはシチューですね。クリームシチューもしっかりですし、ビーフシチューとかもすっきりとした味わいを与えてくれるので、このコンビネーションはよく使います。ハーブで例えるとタイムみたいな香りですね。そしたらですね、フライパンに野菜の皮とスパイス入れてあげて、400ml のお水ですね、入れてあげたらですね、蓋をします。で、これでだいたい10分ぐらい煮込んであげます。で、そうすると旨味とこの香りと、あとは黄金の色が出てきます。この間10分間だしを作ってきます。で、10分、煮込んでいる間にこっちの素材の部分切っていきましょう。まずですね、じゃあじゃがいも、じゃがいもは大きくこんな感じで大きく4等分切ります。これちっちゃく切ると煮崩れてしまうので、ポトフはですね大きくね切るのが重要です。人参も4等分にいきましょう。まず細い部分はざっくり切る、ざっくり切る。で、頭切ってあげて、太い部分はパコって割ってあげる。もうこれで OK です。4等分結構ね食べ応えあった方がいいですね。ベーコンも 150g ぐらいなんですけど、これをだいたい4等分切っていきます。厚さは1センチぐらい、結構厚めに切った方がいいです。ソーセージだったら、まあ、4本ぐらいかな、太めの。こんな感じでね大きめに切ります。で、ニンニクちゃんはですね、ニンニクちゃんはもうこのまま丸ごと使うんですけど、香りを出すためにちょっと潰しておきます。でい、うん、こんな感じで OK です。そしたらキャベツはもうこのまま煮ちゃいます。芯ね取っちゃうと崩れちゃうんで、もうこのまま煮ます。で、で大王、セロリはだいたいね6センチぐらい、まあなんかね適当な長さに切っていきます。7、7、8センチぐらいに切っておきます。で、太い部分はちょっとね真ん中でパコって割っておきます。沸騰してきたら中火にしててください。玉ねぎもね割と大きめに切ります。よいしょ。もうこれもね4等分でいいでしょう。で、芯ねくり除いちゃうと割れちゃうので、このままでいいですね。はい、こんな感じ。ポトフはもうあんまりこう細かく切らなくていいので楽ですね。めちゃめちゃ楽で、まあ本当にこうざっくり切ることが美味しさのポイントかもしれない。自分のこのお皿の上でこうほぐしながら食べるのがポイントです。で、ちょっとスープができるまでしばしお待ちを。めちゃめちゃいい香りします。もうすでにポトフ、この野菜皮だしはもう超万能なんで、だしの香りがわかる。ふー、このねもうすごいですよ。この野菜と人参とクローブの香り、あ、コンソメって自分で作れるんだって思いますね。はい、こんな感じで煮ていただくとわかるんですけど、これね今ねフライパンで作ってるんでわかんないんですけど、スープがねめっちゃね綺麗な色になってるんですよ、黄金色に。で、このスープでお野菜を煮ていきます。お野菜の皮、いつも捨てちゃってる部分を活かせるっていうのがもうねたまんないとこですね。セロリの皮もね全然食べられるんですけど、ちょっとね苦味が強い時があるので、こういう風に使うといいですね。はい、そしたらですね、この貴重な黄金エキスを無駄なく使いたいので、ちょっとザルに開けて、で、スパイスは最後まで煮込むのでスパイスは残しておいて OK です。もしね間違って取り除いちゃってももう十分香りは出てるので、焦んなくて大丈夫です。この野菜のお皮ちゃんだけを取っていきます。これに塩入れて飲むだけでも美味しいぐらい。ちょっとねこう絞ってあげて、もったいないんで、キューッキューッってね絞ってあげて、はい、入れてあげて、そしたらここにですね、まずお塩入れていきます。もうこのポトフはもう塩オンリーなので、塩は小さじ1杯ですね入れていきます。ほんでここにですねお野菜入れていきます。はい、じゃがじゃが入ります。はい、人参入ります。
玉ねぎもドッスンと入れてあげてください。あー割れちゃった。キャベツもドッスンと入れていきます。人参とじゃがいもちゃんは絶対使っててほしいんだよな。ニンニクもね重要だからね、ちゃんと汁に浸るようにして。でセロリはねそこまでがっつり見なくてももうすでにねセロリの、 あの葉っぱの香り出てるので、でまあ水はねそんなにたっぷり入れなくても大丈夫です。 400ml で大丈夫。はい、こんな感じで入れていただいたら蓋をしていただいて、で沸騰してきたなと思ったらそこから20分煮込んでいきます。オープンザポトフ、ジョイン。うわー、めっちゃめっちゃいい香りがします。出来上がりました。そうしたらですね盛り付けていきます。キャベツはちょっと切ります。ちょっとねみんなが食べられるように喧嘩しないように。おい、最後ねベーコンを盛り付けていただいたら完成でございます。心も体もあったまるカリーコ流ポトフの完成です。おーい、ではではいただきます。これもう本当お好みなんですけど、マスタードつけて食べるのがねたまんないんですよ。スパイスは食べられないんでよかったらください。いただきます。美味しすぎる。天才ですよこれ。うわ、うまみがすごいですね。野菜侮るべからず、めちゃめちゃ美味しい野菜のねうまみとこのスパイス、特にクローブがめちゃめちゃいい味出してます。全体的にいろんな野菜の香りをまとめてすっきり仕上げてくれてますね。ポトフでコンソメ使ってる人は本当に一回試してほしい。コンソメ使うと確かにうまみの強いポトフはできるんですけど、本当の野菜の美味しさを見失ってる。これだとなんか野菜が生きてる感じがする。野菜も私の中で一番推し野菜で、あのセロリはすごく香りが出るんですよね。だからポトフに加えるとめちゃめちゃ美味しいです。でキャベツは結構甘みが出ます。で人参とかじゃがいもは旨味ですね。玉ねぎも甘みですね。でベーコンはこの燻製の香りがよりこの美味しさを引き立ててくれるんですよね。でもちろんこの例えば玉ねぎの部分を甘みのあるカブに変えても OK ですし、キャベツの部分をカブだったらカブの葉っぱに置き換えてもいいですし、ベーコンを生ハムとか、サラミとか、あとはソーセージに置き換えても OK です。一度こう加工したお肉の方が、この燻製したりとかしたお肉の方が香りがついて美味しいかもしれません。これはね、丼5杯ぐらい食べたくなるポトフですね。最高。もうご飯と合わせてもよし、パンと合わせてもよし、お酒と合わせてもよし。ぜひ冬の間に1回作ってみてください。美味しそう、作ってみたい、どんな味だろうっていう方は高評価とチャンネル登録もお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。またね。いやこれポトフ野菜選手権いったらな、結構キャベツ上位に来るな。このなんだろう、しみしみキャベツってたまんないんですよね。言うて私キャベツ1週間で3玉ぐらい食べるし、うますぎる。